はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく4時ですね。2月は28日のウエンツデーでございまして、これは27日昨日の午前中にですね、中央日報に出た記事ですね。韓国五大銀行1兆ウォン失う、資金投じて購入した米国初の事件爆弾という記事でございまして、1ゼロ金利時に買ったビル、高金利続いて不良化急増というタイトルでですね、危機は兆しが現れてから相当期間が流れた後に爆発する。金融危機専門家であるハーバード大学のカーメン・ラインハート教授が何年か前の記者とのインタビューでこのように話した。これは2007年に起きたサブプライムローン問題をめぐっての発言だ。最近ラインハート教授の発言を思い起こさせる事件が進んでいる。米国の商業用不動産 CRE、 これ最近オフィス不動産という言い方になってきてますけどね、まあ CRE と言っておきましょう。ここでは市場で危機の兆しが現れて1年近く流れたと。発端は米連邦準備理事会 FRB の高強度通貨緊縮だ。 FRB は利上げを止めている高金利局面が続き、 CRE 価格ですね、オフィス不動産ですね、価格の下落幅がさらに大きくなっている。 FRB の通貨緊縮時期ごとに CRE 価格が下落しただけではない、常識と違い上がる時も多かった。国際通貨基金によると FRB が1960年以降11回行った通貨緊縮の中で今回のサイクルの CRE 価格の下落が最も大きい。つまりオフィス不動産の下落は今回が一番でかいと。緊縮開始時の CRE 価格を100とすると FRB が2022年3月に始めた緊縮サイクルの場合 CRE 価格は90以下に落ちた。90以下ね。そのため米 CRE 会社がぐらついている。影響は太平洋を渡り韓国に及んでいる。韓国の五大金融グループである KB、 新韓、花、ウェリ、NH 農協の海外不動産投資損失が1兆ウォンを超えた。海外不動産投資のうち半分以上が集まった北米地域の不振のせいだ。これね、表に出てるだけで1兆ウォンなんですね。僕この10倍ぐらいあるんちゃうかなと思ってるんですよ。つまり日本円で1兆円ぐらいにあるんちゃうかなと。あの人たちってその損失をこう軽く見せようとしますよね。まあ軽く見ても5倍あるんちゃうかなと。で5000億ですね。で、あの韓国五大金融グループというこの KB、 新韓、花、ウェリー、NH 農協とかあるんですけど、これが日本のメガバンクだと思うとそれは大きな間違いでして、まあ日本の中小バンクぐらいの規模だと思った方がいいです。もうちょっと弱いかもしれませんね。地方銀行のでかいのぐらいなんですね。でそれがですね、下手したらですね、合わせて1兆円1個2000億という負債を抱える、損失を抱えるということになるわけでして、いや、やばいですよ。パリンパリンパリンと飛ぶかも分かりません。今ね、アメリカのこの CRE と呼ばれるオフィス不動産って、だいたいざっくり3割から半額ぐらいにはなってるんですね。で、さっきも別の動画で言ったんですけど、カナダの年金公社がですね、開発の権利をですね、捨ててまで撤退したんですね。で、ということはね、この先、近未来で、アメリカのこのオフィス不動産市場 CRE ですね、が回復する見込みは非常に薄いんではないかと、私は思いました。なんでですね、その今後ですね、韓国の銀行がですね、この CRE にいっぱいお金を突っ込んでいるんであればですね、損失が徐々にですね、明らかになってきてですね、韓国の金融機関が飛ぶということもあり得ます。でもうちょっと行きましょうか。米国で価格下落の余波で CRE 関連貸し付けの不良率、
元金と利子延滞も明確に上昇している。 CRE のうち代表格である事務不動産担保貸付の不良割合でが 6% 台を超えた。ウォール街のエコノミストが見るデッドラインは 10% だ。不良率が 10% を超えれば CRE 問題が中小都市銀行を本格的に揺るがしかねないためだ。最悪はまだ来なさそうだ。米預金保険公社などによる CRE 貸し付けは4兆7千億ドルと。また恐ろしいことになってますね。4兆7千億ドルってね、日本円で言うたら600兆円。日本の、あれ GDP 超えてますよ。ほんま？みたいな。投資銀行だけでなく、私募ファンドなどがゼロ金利時代に積極的に貸し付けたためだと。これだからね、さっきも別の動画で言いましたけど、今回始まるのはこっからちゃうんかなと思う。CRE、つまりアメリカのオフィス不動産、ですね、からですね、今回の金融危機は始まりそうな気がします。あのね、日本の不動産ってまだ下がっていないんですね。なぜかというとですね、まあ理由はいろいろあるんですけど、まあ、下がるムードにはないというのが一つと、日本はまだゼロ金利続いてるでしょ。もう来月解消されるとか言われてますけどもですね、まだ続いてるでしょ。で、あとその日本はアメリカほどですね、このテレワークというものがですね定着していないんですね。まああれですよ、あのコロナの始まる前と後ではですね、テレワークの浸透度ってあるんですけど、まだですねこう定着しなくて、基本ですね、一部の企業以外は出社が当たり前にも今戻ってますでしょ。アメリカはね違うんですよ。あのオフィスワークというものは別にオフィスにいる必要ないというのが分かってしまったわけであって、やつらの方がものすごく合理的なんですね、か発想がなんでですね、日本より多分進んで定着してると思うんですよ。そうすると当然オフィスに対するあの床面積に対する需要がなくなるでしょ。でこれ今後ねそんなに増えるとは思えないんですよ。よほどの経済成長をしない限りはですね。とするとですね、オフィスの賃料はどんどん下がる運命にあるわけですね。まあ日本でもじわーっと下がってますけども、まだそんなにビビッドではない。じわーっと下がる、まあじわっとアメリカはもうビビッドに下がってるわけです、多分きっとね。でそのオフィスビル自体の価値が下がってると、それではそれにくっついてる金融商品の価値が下がると、それで韓国の銀行は損をすると。まあそういう図式なわけです。えらいことですよ、これはっきり言うて。で、これってね、かつての15年前のサブプライムローンとですね、まあ、あの構図は一緒なんですよ。サブプライムローンがどん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 不良債権化する。と同時にですね、この CRE もですね、どん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 不良債権化するということで、世界の金融がここから揺らいでくるということですね。そんな日本関係ないやんとみんな思うでしょう。いや一見関係ないんですけどね。でも日本の地方銀行も同じようなことやってるかもわかりません。あのだって、ね、あれリーマンの時も日本関係ないやんとか言ってたでしょ。野村とか三菱が200億ずつ損したらええにゃんとか、大丈夫やんとかって言ってたでしょ。それがあっという間にですね、信用収縮になってですね、バタバタバタっとですね、マンションのデベロッパーが倒産してきました。まあその前にね、マンション業界ってちょっと過剰なところがあったんですよ。こんな無理してええんかみたいな開発をしてたんですね。それが全部行き詰まって倒産したんですけど、今回はですね、そんな変なことをですね、している業者少ないし、やってても大手がやってるんで、倒産劇には繋がらないにしろですね、市場が一気に冷え込む可能性はあるんですね。朝食上がっていて、まだですね、主要国で不動産価格は下がっていないのは日本だけですからね。あ、オーストラリア下がってないかな。まあでもオーストラリア G7 に入ってへんし、いや、今ね、アメリカと中国が一番きついかもわかりませんね。ヨーロッパはじわーっと下がり始めていますね。まあそんなにヨーロッパはビビッドには下がらないと思いますけどね。その前に賃金が上がってますよ、ヨーロッパは。まあちょっとでも嫌な感じです。ものすごい嫌な感じですよ、これ。
なんで、韓国発かも分かりません。最初に飛ぶのは韓国の銀行かも分かりませんし、もしかしたらアメリカの地方銀行かも分かりませんし、もうちょっと大きいところへ行くかも分かりませんけども、それが多分今回のブラックスワンのですね、兆しになるんちゃうかなという気がしますね。呼びかけましたこの中央日報のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。